皆さんこんにちは、滝沢勝成でございます。本日は2021年の4月10日土曜日でございまして、この4月の10日という日がですね、まあ僕にとっては少し特別というか、まあちょっとこの一つの節目みたいな、そんな日でございまして、まあその4月10日という日についてちょっくらベラベラと、独り言を言っていこうかなって感じのだけの動画でございます。特にギターに役立つ Tips とか、なんか知識とかノウハウとか全然出てきますので、まあその日はの方法の楽しんでいただけたら幸いでございます。まあ今もですね、この夜の11時52分なんで、まあ若干間に合ってねえじゃないかという気持ちもなきにしもあらずなんだけども、まあ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 そういう時もあるということで、ご了承いただけると幸いです。まあその4月10日という日がですね、何の日なのかと、申しますと、まあその僕がですね、ずっと昔からこの長い間お世話になってた方が、まあ亡くなってしまった命日だと、いうことなんですけれども、まあ本当に4年前か、もうちょうど4年前ですね。気がつけばそんな経ったかって感じはしますけどね。2017年4月10日か。その翌日、翌々日とかにね、そのお通夜とかその葬儀とか、まあそういったものがあって、まあその時をね、そのお店のスタッフの面々で、僕も含めて、まあその葬儀の手伝いを、させていただいたんですけれども、なんかすごいね、お葬儀の時とかは本当にめちゃめちゃこの快晴というか晴れていて、で、なおかつそのね、桜がね、ちょっと遅く、満開になってたのなんかすごく思いますね。楽器屋のスタッフの面々でスーツを着て、なんかこのみんなでこの6人ぐらい車で乗り合わせて、このバーっと最初の方に向かっている時に、なんか桜を眺めて、ああめちゃめちゃ満開だね、すげえねみたいな感じのことをなんかすごいなんか鮮明に、覚えている感じですね。まあどんな方かと、申しますと、まあ平たく言うと、その僕にそのギターの先生やんないって言ってくださった方なんですけども、まあ僕はね19とか20歳とか17年18年かすげえな、そう考えると年取ったな、まあいいかそのぐらい前の、まあ僕にその新しく楽器屋さん始めたからね、ギターの先生やんないみたいな感じで、まあ一声かけてくださって、でその中からね、その僕はそのギターの先生みたいなことを名乗るようになって、でまあその YouTube とかをね、メルマガとかそういったものにこの背を出すようになって、まあ今があるみたいな感じなんですけれども、だから本当にね、あそこでこうね、その方がその新しく楽器屋さんを作って、もう滝沢ちょっと新しくの楽器屋さんでそのギター教室やるんだけど、ギターの先生やんないって、言ってくれなかったならば、まあ今の形はだいぶ違うものになってたんじゃないかななんていう感じが、します。まあ僕と同い年ぐらいの方だったら多分わかると思うんですけども、今からね17年前ぐらいってね、そんなね、そうなんだろうな、ギターを習うっていう文化がね、あまりこう定着しなかったと思うんですよ。習い事としてそのね、スポーツとかスイミングとかなんかソロバンとかそういったものがあると思うんですけれども、音楽に関してはピアノ、バイオリン、トランペット、サックス、まあいろいろありますけども、エレキギター、アコースティックギターを教室に通って習うっていう文化があんまりこう浸透しない頃だったと思うんですよね。なのでまあその時は僕もね、ギターの先生ですわーってやってたけど、全然生徒さんいないし、まあ本当にもうね、もう1人、2人、3人、4人、5人、6人みたいな、もうそんな規模で、まあずっとこのやってたようなことがすごく覚えてますね。まあ昨今はね、そのギターを教えるとか、ギターを習うっていう文化がすごい定着してるからね、どこのギター教室もすごいこの生徒さん増えてきてるし、まあ YouTube でもね、こういうギターレッスン動画みたいなのをアップロードする人がすごく増えていて、なんかこのギターを教えてもらうっていう、この感覚、がまああの時と比べるとかなり定着したのかななんて感じがします。僕がねギターレッスン動画とかアップロードしてる頃とかね、日本語でこういうレッスン動画をしてる人っていなかったですからね。まあそういった意味ではなんかこう、まあありがたいことに結構走りというか、その元祖いいきっかけをもらって早い段階で、そういう動き方をできたのでね、そこは本当にもうすごい感謝ってこともありますし、まあ単純にそのね、あの企画いただいたことに関してもすごい感謝って感じなんですけれども、まああの時からですね、もうすごい長い間の時が経まして、もう僕も今その37になって、でまあその方の年齢、あの亡くなった時のその方の年齢にはまだ全然到達しないけれども、まあだんだんその年齢が近づくにつれて、なんか、ああ、あの時こういうことを思ってたのかななんてことを感じることもやっぱすごく多いんですよね。亡くなってから、今日でまあちょうど4年、です。で、3年前と2年前にも同じような感じで動画をアップロードしてるんですけれども、やっぱりこの1年1年でなんかこの思うことってやっぱすごくあって、この1年間でもね、その僕はいろいろこの、あの時あの人ってこういうこと思ってたのかなとか、あの時あの人こういうふうにやってたのかなとかって思うこととかすごくこの節々に、そういう感じるんですよね。その自分が今アクションしてるその行動の、節々で、なんかすごいその方の存在を思い出すというか、なんかこう、
ごめん、ちょっと全然関係ない話をするよ。そうで、突然プライベートの話をして申し訳ないんだけども、僕ね、20歳からね、25歳ぐらいまでね、そのね、とある女の子とね、5年間付き合ってたんですよ。で、その子がね、その5年間付き合っていく中で、まあ途中からですね、その僕がそのギターの先生やってるけどさ、なかなか生徒さん集まんないから、なんかこう、お金、まあ平たく言うとお金がないので、まあコンビニアルバイトしたりとかさ、なんか居酒屋さんでアルバイトしたりとかしてたんだけれども、まあその子がね、まあある時こういうわけですよ。いやまあその、ね、音楽をやって、うんたらかんたらっていう暮らしが別に悪いわけじゃないけれども、まあこれからその結婚したり子供ができたり、うんたらかんたらっていう状況になるにあたって、今の状態だとその安定してると言えないよね、みたいな。これからどうするつもりなのみたいな感じで、そんな感じの話をすごいしてくれたんですよ。で、それでこうね、僕もね、ハッとして、ああ、そうか、そんなこと考えたことなかった、やべえと思って、まあそこからこういろいろこうね、右往左往があって、まあ結果的に別れちゃうんだけども、あの時ね、僕はね、その子がね、なんでそんなことを急に言い始めたのかわからないというか、まあ別に言わんとしてることはすごくわかるし、すごいまっとうなことを言ってるんだけども、突然そんな話になったからね、俺どうしたんだろうって、結構その違和感を感じたというか、あんまりこのね、背景がわかんなかったんですよね。だから本当にもうその上っ面、その子がその思ってる悩みとかその考えとかの上っ面のところ、その僕がその不安定な職業っていうだけのその上っ面のところを僕はフォーカスしてしまって、あ、なんかじゃあそこをなんとかすればいいのかな、みたいな。なんかそんな感じでこうね、その子がその本当に、持っていた悩みとか、なんかそういうこの困ったこととか、問題とかがあんまり分かってなかったような気がするんですよね。で、その子ね、お母さんがその再婚して、弟ができたんですよ。20歳年下の、もう20歳年下の男の子がもう弟ができて、でも言ってみればもう自分の子供みたいなもんですよね。でそこでこうね、その疑似的なそのね、我が子じゃないけどもね、いろいろ体験しちゃったもんです。その出産とはどういうことなのか、出産費用はいくらかかるのか、その育児に対してこの手間暇はどんだけかかるのか、それぞれの病院とかお金いくらぐらいかかるのかみたいな感じで、まあそのね、自分の子供のシミュレーションじゃないけども、あ、子供ができるってこういうことなのねっていうことをね、この体感したと思うんですよ。でそれで、それを体感した上で、これはやべえぞと、これはたまんねえぞということで、そういうこの大きな悩みを持って僕にそういう相談をしたと思うんですけども、でも僕はね、そういうのをなんか体験したことがなかったからさ、あんまりそこまでこうね、想像がつかなかったんですよね、至らなかったというか。で僕もね、ありがたいことに去年の1月に、まあ、その、ね、もうめちゃめちゃ可愛い娘をその授かることができて、あ、子供ができるってこういうことなのかっていうふうにこう、ね、勉強になることがすごいたくさんあるんです。別に興味がないわけでもないし、勉強するつもりがないわけでもないんだけれども、今までその単純に知るきっかけがなかったっていうか、僕の親戚とかさ、その家族とかでさ、なんか身近なおじいとか、うんたらかんたらとかで、めいっ子とかで、なんかそういうのを体験できればよかったんだけども、ちょっと幸か不幸か、僕そういう親戚付き合いが全くないんで、本当ちっちゃい子を抱っこしたこともなければね、その誰だか生まれたみたいな感じでね、そのなんかお祝い金みたいな、なんかそういうやり取りとかも一切したことがないし、その親戚付き合いとはどういうことなのか、子供ができるどういうことかっていうの全然知らなかったんですよ。けどまあ去年ね、そういうありがたいことにそういう体験をすることで、その子供ができるっていうのはどういうことなのかっていうのをこう、ね、身をもって体験をすることができたんだけども、それがあって、あん時あの子こういうことを思って僕にそういう話をしてくれたんだなっていうことをね、なんかすごいこの十何年越しにですね、その子が思ってた悩みとか思ってたなんかこの問題みたいなのをすごい理解することになったんですよね。あ、こういうことだったのかみたいな。ちょっとまあ話は大脱線したんだけれども、そんな感じで、その亡くなったその方に関しても、なんか僕はね、その体験とかその年齢とかを重ねる上で、あ、あの時あの人こういうこと思ってるからこんなことしたのか、あの時全然理解できなかったけども、そうか、そういうこと思ってたのかっていうのはなんかね、この、すごい節々に感じるところが、すごくあるんです。とりあえずまあ、この1年を振り返るとなんですけれども、まあ、ありがたいことにね、僕も、なんだろうな、その結構その知り合いというか、その横の幅が結構広いタイプだと思うんです。まあいろんな方がね、そのサポートしてくださったりとか、まあお仕事一緒にしてくださったりとかする中で、こういろいろとこの知り合いが交流が広いというか、なんというかそういうタイプだと思うんですけども、それと同時にその若い子にもこうね、このめちゃくちゃこの応援してあげるみたいな、なんかそういうこのマインドみたいなのもやっぱすごい持ってるんですよ。ありがたいことにね、そのどこどこの専門学校とか、どこどこの高校とか、どこどこの音楽部の大会とかでその審査員みたいな、なんかそういうお仕事をさせていただくことがあって、まあ、そこでもね、そのやっぱりすごいみんなに対してこうめちゃくちゃこう熱心にこう、まあ自分でも変化。でもまあ本当にもうみんながそんなことやってないんだけども、僕もひたすらこうね、アドバイスシートみたいなのをね、めちゃくちゃこの書き込んだりとか、なんかこの粗品プレゼントみたいなの用意したりとか、で、その中からね、すごいこのめちゃくちゃいい子がいたら、ね、本当に、ちょっとまあここだけの話だけども、もうその、すごくいい子がさ、
もうすごく、もうギター弾いて歌うまいんだけども、なんかそのね、セピア黒のギターとか使ってるから、もうめんどくさいから、もうギター買ってあげるから、ちょっとこれ使ってっつって、ギター買ってあげたりとか、なんかそういうこのね、機材をね、カメラうたらかんたらとか、マイクうたらかんたらとか、もう僕使ってるこれ、もう使ってんから、これ使って、ちょっとやってみたいな。なんかそんな感じでこうね、その若い人のその、なんかこのコードプッシュするじゃないけど、なんかそんなこともやっぱし始めてるところなんですよ。この1年は結構そういうことすごく多くて、なんかいろんなお手伝いとかさせてもらってるんですけれども。けれどもさ、なんかこのふと振り返るとね、なんか、ああ、そういえばあの人もなんかそんなことばっかりしたんで、なんかずっとなんかすごく思うんですよね。なんかすごいこの1年間でね、すごい痛烈に感じたこととしては、橋本に、まあ僕の地元の橋本です。アフタービートっていう楽器屋さんがあるその町、橋本っていうところがあるんですけども、橋本で、こうね、イベントを毎月毎月やってたんですよ。橋本ストラットっていう名前で、あれ何年ぐらいやってたのかな、結構長い間やってましたね。僕は中学生とかそのぐらいのレベルやってたし、ね、ずーっと、23とかそのぐらいまでやってたかな。ちょっとまあ具体的な時期は忘れたんですけども、まあとにかくその毎月毎月1回、その楽器屋さんに出入りしているその常連の方とか、その関わりがあるそのまあね、なんか市内の高校生とか中学生とか、まあ本当そんな感じですよね。その街のイベントみたいな感じで、HK ラウンジっていうね、すごいこのでっかい綺麗な素敵なライブハウスが橋本にあるんですけども、そこを、ね、あの店主の方とその店長が、まあここの意気投合して、まあなんか若い子にもこういうね、ステージとか演奏する場とかをね、設けてあげたいよねみたいな感じで、まあ月に1回、まあそういうイベントをやってたって感じなんですけども、まあその当時その人がそのなんでそのイベントやってるのかってあんま分かってなかったんですよ。なんとなくこのビジョンというかそういう話を聞いてたかも分かんないんだけれども、なんかこう本当の意味で理解しなかったというか、まあ正直そのライブイベント自体さ、そのチケット500円とかだし、その毎回毎回何百人も来るわけじゃないから、まあぶっちゃけその赤字というかその収益には全くならないような、ほぼボランティアみたいな、なんかそんな感じのイベントだったんですよね。でもそれをその月に1回もうずーっとこうね、多分何回もやってたんですよ。で、その時は僕はね、パッパラパーだからさ、なんかそのイベントを開催してくれて、うわ、楽しい、へえ、みたいな感じだったんだけれども、なんでそういうことをしたかとかね、なんでそういう思いでこうね、めちゃめちゃしゃかりきに頑張ってたかみたいな、なんかそんなことね、あんま考えてなかったような気がするんですよね。で、まあ、ね、僕がこんな話をして皆さんわかると思うんですけども、その方がそんなことをやってた、もう一番の理由としては、さっきも言ったように、その若い子が、まあ、その気軽に、なんかこの、ね、演奏できる場を提供することだったりとか、まあ、その地元の橋本を盛り上げるだったりとか、まあ、そのね、なんとかなんとかの活性化とか、まあ、そういったことなんだけれども、で、そこに関してさ、そのね、自分が持てる知識とか、機材とか、労力とか、時間とか、まあ、そういったものをね、そのバーッと当てて、まあ、そこでこう実現できるならば、それでもいいみたいな感じで、このずっと続けてくださってたと思うんですが、なんかね、この1年間はなんかその方のそのなんかイベントのことをなんかすごいこのふと思い出すことがすごく多くて、なんかすげえことやってたんだなってことをなんか感じるんですよね。月に1回、まあね、言葉で言えばまあ簡単かもしれないけど、でも結構なことっすよ。月に1回毎月毎月ライブイベントをやるって、その演者集めるとかもそうですし、当日の段取りとかうんたらかんたらとかもありますし、なんかこの出演キャンセルとかうんたらかんたらとかね、そのお客さんがすごく少なくてうんたらかんたらっていうそういう問題もすごいたくさんありますし、そういったものをね、一つ一つこのクリアしながら毎月コンスタントにね、イベントをやり続けるって、まあ大変な労力だと思うんですけども、まあ何百回とやってきたなって、ふと振り返ると思うんですよ。で、そう考えるとなんかすごいなんかいろんなことをしてた人なんだなっていうことを、まあ未だになんかそういう如実に感じるというか、なんかそんな、気持ちが出てくるんですよね。で、まあそういうマインドというか、そういう動き方というか、なんかそれがその僕にもその無意識のうちになんかね、映ってたのかな、わかんないけども、まあ僕はその毎月イベントやったりとかしないけれども、でもやっぱりこうね、いい若い子とか、なんかこう、頑張ってる人とかいたら、すげえ応援したいなみたいな気持ちもすごくたくさんあるし、なんかやっぱそういう背中とかを見て、なんか僕もちょっとやっぱ真似してるのかななんていうふうに、ここ1年間結構考えることが、多かったんですよね。でもまあ、それがね、その全て真似できるわけではないけれども、なんかさっき言ったように、その自分のコードの節々に、まあその人の動きを感じるというか、ね、あの時分かってなかったけども、ああ、こういうことだったのかな、なんてことを、まあ、そういう感じ、まだ感じる。そんな一年でしたね。まあ、ちょっとね、この動画見てくださっている方がね、その僕よりも年上の方なのか、それとも若い方なのか、ちょっと分からないけどもね、本当なんか出会いというのはね、いろいろありまして、
なんかこう振り返ると、まあ、いろんなことがつながってなんか今があるんだなっていうのが、ね、感じます、すごく。てなわけで、まあ過去をふつふつと振り返るという単純な僕の独り言の、話でございました。まあね、これから僕もね、着々と年を重ねるにつれて、まあ、その方の年齢にこう着々と近づいていくわけなんだけども、やっぱりこう一年一年でね、やっぱ気づくことというか、あの時あの人こんなこと考えてたのかなとかね、こんなことしたのかな、こんなこと思ってたのかななんて、思うことがすごく出てくると思うんですよ。まあそういったことが出てきた時にですね、なんかこの一つ一つのその思いを噛み締めながらってわけではないけども、まあ一つ一つこの受け止めながら、なんか過ごしていければいいのかななんていう感じでございます。まあね、一般的にはなんかこういう時はなんかですね、お墓参りとかするのかもわかんないけども、ちょっくらまあ僕はこんな感じですね、毎年まあ動画を作ったりとか、まあその独り言をしたりとか、する感じでまあ続けていこうかなと思っております。まああまりこうね、こういう綺麗事言うのもあんまり好きじゃないけれどももしもね、その方がね、なんかこういう動画とかね、あの僕がこういう喋ってるところとか聞いてくださってたら、まあどんなこと思うんだろうなーなんて思ったりとかしながら、想像したりとかしながら、喋らせていただきました。まあそんな感じで本当ね、単なる独り言の動画でございましたけれども、まあ皆様ですね、これからたくさんの方にいろいろ出会うかと思います。で、その方々からとですね、なんかいろんな影響とか、いろんないいものをもらったりとか、すると思うんですよ。けどね、本当に、なんて言うんでしょう。年を重ねればなかなかそれがね、永遠じゃないってこともね、分かってくると思いますので、なんかそういう方々のその思い出とか、まあそのしてもらったこのご恩とか、まあそういったものをですね、ちゃんとしっかり心の中に受け止めていきながら、お互い一緒に、生きていければなと思う次第でございます。じゃあそんな感じで、またすごい長い動画になりましたけども、一人ごと動画を終わりにさせていただこうと思います。また違う動画をいたしましょう。さよなら、グッバイ。